シーモア老師の母君ですね。知っていて私の力を求めるのですか？息子を憎んでいたのでしょう。良いのです。憎しみの始まりはあの子のせいなのですから。そしてあの子を歪めてしまったのは私の過ち。グアドと人との間に生まれたあの子はずっと一人でした。ですから一人でも生きてゆける力を与えたくて私は祈り子になったのです。けれどあの子は力を得たあまり逆に力に取りつかれてしまいました。私の力では満足できず、より大きな力を求めて。それで進化よ。おいでなさい、召喚師。我が力を授けましょう。暗黒の召喚獣、アニマ。呪われた闇の力で、あの子が目指した真を消してください。それがあの子へのせめてもの償いです。